今まで謎に包まれていた東京ヒヤリハット4人目のメンバーレクが地元秋田県男鹿市を案内します。男鹿の観光資源全部回るって2日間で足りるの？あれ足りそうだ。このおじさまはどなた？え、現役市長？どういうこと？東京ヒヤリハット。ご覧の番組は好きなことで生きていく YouTube の提供でお送りします。ようこそ秋田へ。お疲れ様です。ですね、秋田で撮影をしてるんですけども、顔出していいということなので初です。顔出してます。レクさんです。はい、どうもこんにちは。国老さんが今秋田に研修医として働きに来てますので、そこでこの流れとしてこの我が家で、はい、来ていただいてるんですね。我が家おしゃれですね。我が家フィギュアがたくさんある。1ヶ月目が終わりまして、お疲れ様でした。国老は疲弊しておりますよ。かつてないほど働いてますね。ね、田舎だとね、振り分けがないので何でも見る組になるから結構働くと思います。医者が少ない。足りてないっすね。東北の医者人口は極めて低いので、もう足りてないですね。いや、研修医さんでも第一線で働くからね。レクさんがこう勤めているここ秋田県の場所行っていいですかね、これ。あ、大丈夫です。あ、男鹿半島。男鹿半島の。だから、多分、レクさんがいなくなると、こう、男鹿半島の医療が多分 10% ぐらい傾くような気がします、なんか。ちょっと減るね。もうなんか。医者少ないからね。はい。ということで、さっきまで雨降ってたんですけど。今日は晴れてきてましたので、はい、今日はこれから男鹿ツアーを。男鹿ツアーを企画しております。男鹿の自然のコンテンツを皆様にお送りできればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、晴れましたね。晴れてきた。いや、やっぱ俺が行くと晴れるって宣言してましたけど、やっぱ、そう、晴れ男なんですよ、俺やっぱ。よかった。いや、普段の行いがやっぱ違うから。そう、あとこれ、九州日には、謎の設備なんですよ、これ。ああ、そうね。これだから、石油とか灯油はここから来るんですよね。うん。で、だからこれは常に動き続けるわけですね。無限に。ホームタンク200リットル。ホームタンクっていう言葉がまず馴染みがないっすもんね。ホームタンク見に行くか。ホームタンク見に行きましょうか。ホームタンク見に行く。これ。ここに灯油が入るんですかね。灯油を入れて。これ自分で入れるんですか。ほんとね、ガソリンスタンドの人を呼んで入れてくださいって言えば。いや、僕は一応プロなんで。ガソリンスタンドのでもそんな仕事聞いたことなかったですね。九州にはないんだ。西にはないです、完全に聞いたこともない。へえ。九州にないということにびっくりする。じゃあ行きましょうか。いや、行きましょう。はい。はい、撮り始めました。ここはジムニーです。ここはジムニーです。これがレクさんの愛車。愛車ジムニーです。いや、さっき興奮しちゃったんですけど、マニュアルなんですね。マニュアルですよ。いやー、これ男の乗り物ですね、これね。ジムニーというマニュアルですよ。いやー、やっぱこう甘えてますからね、最近ね。オートマでいいんじゃないかみたいな。いや、車マニュアルじゃないってね。楽しいんですね、これは。いやー、しかし田舎ですね。空が広い。この道路にポツポツ立ってるこのポールは、この赤いの。ああ、赤いので、これは多分雪国限定の設備でありまして、はあ、雪が積もると道路の境目がどこかが分からなくなります。はあ、そのため、もう積もっても道が分かりやすい、道の位置が分かるっていうためにあるやつです。溝の外側にあったりしますけど、ね、それは罠ですね。大体の目安、まあまあこれに近づくなよってことなんですね。そう、あと信号機もね。ああ、そうなんですか。縦なんですよ。縦ですよね。これなんか一瞬戸惑うんですよ。なんか信号変わったのに気づかないっていうか。ああ、慣れてないと私にとってはこれが普通なので。生まれがこっちなんですよね。うん、秋田生まれ。 あとあれっすね、あれ、停止線の看板。だから停止線も要は埋まってしまうからですよね。うん、そうそうそう。あとあれなんですね、駐車場に
あんまり、車止めの石がないんですよね。だから平たいところに線が書いてあるだけ、駐車場は。うん、そうね。だから雪降ると乗り上げちゃうと、見えなくなって乗り上げちゃうと危ないからね。あんまり見ないけど。なんかやっぱこう雪がこう生活にある感じが我々九州民には結構珍しいっていうか、それが当然だと思って我々は見てるんですが、雪もない地域の方から見るとそうですね、異常に映るんでしょうね、うん、ない石がない、そう石がないんですよ。東京フィアリハートあそこ IK やってるかな、やってるのか、準備中になってる、バグだった。やっぱこう田舎あるある、ちょっとでも時間をこう過ぎると終わるっていう、2時間、ああそっか、いやそうなんですよ、夜もなんか閉まるの早くないですか、うん、ケンタッキー7時半に閉まってても、マジか、ブチ切りましたもん。どうします、うん、どうします、これからどうしますかね、考えてるのが、はあ、小賀の最北端である入道崎っていう、はい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 、海の見えるスポットがあるので、なるほど、景色を堪能しましょうか、景色を堪能して、そこで何かしらお昼ご飯を食べようかなという、はい、ことを考えてますね。まあ、ここは割と血糖値高いんで、こう空腹感あんま感じないんで全然大丈夫です。大丈夫ですか。あ、これ市役所なんですね。あ、これ市役所ですね。はあ、モノリス市役所です。他の、じゃあここもう小賀のメインストリートじゃないですか、ここ市役所前で来通ったとこ小賀のメインストリートですね。え、え、あ、やっちゃいました。あ、もうやってない、地道だ。入道崎に行きましょう。すごい、入道崎でヨーロッパからってぐらいやっぱこう縛るのが早いっすね。ここだって北緯40度超えてますもんね。うん、あ、超えてないのか。あれ、僕40度あたり、ほんと、ほんと近いところ。ああ、やっぱ40度ぐらいになると、やっぱみんな仕事しなくなっていくんですね。シエスタどうしようかな。完全に、あ、ここが小賀線です。小賀唯一の電車。電車です。1時間に1本来ます。なるほど。わ、エモいなぁ。エモ。これ。ジブリじゃん。ジブリです。山に向かう。ジブリだ。線路ですね。一番ここは太い道路だね、ここは。片側2車線ですからね。唯一のところですね。あ、ちょっとコンビニ寄りましょう。はい、セブンです。やっぱこう、田舎名物。すごい広い。大駐車場。やっぱほら、車止めないんですよ。うん、なんでだろうな。ああ、ない、ないな。意識したことなかった。うん、本当にないな。じゃあ、補給。じゃあ。よし。いや、やっぱ自由にいいっすね。いいですよ。いいよ。なあ、これ左の伊藤急伊藤区というスーパー、これよくありますよね、この辺。うん、もう生活を支えてるんですね、この辺のジャスコみたいな。なるほど、マックスバリューとかイオンとかそういう感じです。明らかに山に入ってます。山に行きます。これから寒風山という、寒風山、あの山ですね。あ、あれわかりやすい、あの Windows XP みたいな、あれに登ってきます。登山ですね、車でね。ジムニーパワーですね。ジムニーパワーで、なんかもっとこう山って鬱蒼としてるイメージなんですけど、結構開けてるように見えるんですよね。なんか、あー、確かに木が少ない、うん、少ない外国みたい、うん、ちょっと左側ちょっと絶景化してきました、ね。うん、これからその結構海が見えてくるので良い景色になってくると思う。すごい旅番組みたい。左に見えるのが日本海でございます。草です。高速で動いてる草が。草、あ、お、見える、ちょっと見える、ちょっと見える、もうちょっと高く立ってくれます。
からいい感じに見える気がする。おお広い田んぼです、ね、田んぼですね。これなんすか。これなんだ、あの滑り止めの砂入れるやつ。滑り止めの砂入れるやつ、なんだそれは。自分で巻くんですか。誰かが巻いてるはず。ああ、そういうことか、うん、おさっき Windows Windows 言ってたやつですね。 Windows Windows ですね。皆さん壁紙に使いましょう。Windows XP かな。 XP ですね。 XP の壁紙の近いところですね。かもう XP、まあ、過去なんだもんな、みんなにとっては。 XP なの過去だもんな。俺らにとっては全てでしたけどね。XP XP ね。左側なんですが、はい、夏とかだとパラグライダーの発着場になって、あ、この辺を舞うんですね。舞うんですね。ちょっとあったかい時期だと結構飛んでる人がいます。なるほど。今は寒いので、上空はね、自殺行為ですね。これより寒いですね。あ、でもなんか、はい、見たことないです、この感じの丘。さらに登ってきます。これが秋田の丘です。寒風山。だって名前がもう寒い。寒風山見るからだ。やっぱこっちってなんか断ることに生ハゲをしてきますよね。すごい関係ないだろうお前っていうやつも生ハゲをしてきますよね。何でもかんでも生ハゲをつけとけばいいと思ってるんだな。やった、ここがオガじゃん。寒風山観光パラダイス。やった。いや、営業中ですかね。営業してんのか。まあ、一応そのね、土曜日の昼ですけど、まあ、観光、あ、車止まってるってことはいるのでは。やっていい。いや、なんか、あ、ね、おお、パラダイス。パラダイスがやってない。やってないっていうか、そのなんかそういうことではない。いや、今日は、今日とかですか、今日とかですか。今日とかですかね、これ。今日はちょっとね、まあ、もうお昼過ぎちゃったし。おお、これは飛べますね。おお、これが、これが、これどっちを見てるんだ。だから、南を見てるのかな。南向いてるかな。ですかね。南だね。あっちが、あ、向こうが秋田市ですね。秋田市に続く道。ああ、なるほど。まあ見えはしてないって感じですね。うん、で。左に見えるなんか変な形の四角い形の湖のようなものが、はいはいはい、あの八郎潟ですね。八郎潟、埋め立て地。なるほど。ピンとピンと。小鹿市、秋田あたりの地図を見てもらえればわかると思います。大きいですもんね。うん、そうです。すさまじい風が吹いてますね。寒風が吹いてますね、これね。寒風が吹いてます。この風に乗って、風に乗ってパラグライダーするんですね。そう、パラグライダーです。今は風が強すぎるので、グライダーは危ない。どっかに行ってしまう。暖かい時に行きますよ。結構やる。あ、でもまあ一応、夏とかはやってるかもね。だから結局その、パラグライダーの時期とかはやってんのかな。結構、メインに来る、メインの観光客は夏に、夏です。季節限定なのかな、うん、なんかコメントで情報いただください。よろしくお願いします。東京フィアリハート、山頂に行きます。お、山頂はなんか電気ついてます。山頂はやってるみたいだね。展望台がやってるのかもしれないです。どれどれ。でもやっぱ車ちょいちょいいますよ。風切り音。これが寒風山ですね。寒風山。ありがとうございます。普段こういう人じゃないんですよ。画面からそれるとスッと静かになる。ここが展望台ですね。こう一応なんか栄えておりますね。やってますね。やってる。これは公認なんですか。
ま、間違いなくトランプには言ってないでしょ。まあ、トランプと書いてないけど外人さんね、外人さん頼んだぞって AB ちゃん、 AB ちゃん、やっぱこうキーホルダーにこう鍵の目印に忘れ物防止って書いてるといいですね。キーホルダーの使い方がそこじゃないんだ。キーホルダー知らない人のためのあーいいっすね、いいっすね。これ要はあれですね、パルスオキシメーターですね、これ。いいっすね、この元気くんって心拍数、ストレス、コンピューターチェック。ストレスか。ストレス何を測ってるんですか。お医者さん、ストレスは何を測ってるんですか。何ですかね。ストレス何ですかね。でもやっぱ指をつこう、なんか この機構は明らかにやっぱサチュレーションを測ってるじゃないですか。ストレスが。ストレスがサチュレーションが分かるんですかね。酸素化ですかね。あ、ストレスってそういう、あの一般語のストレスじゃなくて生態的な。あ、なるほどね。そんな可能性はあるな。回ってますよ。展望台。これ分かりにくいけどこう回ってるんですね。ここを境に回ってます。そう、回る展望台って本当に回ってるんですね。回ってるね。だからすごくないですかこれ。落書きが S63 ですよ。昭和63年ですよ。確かにこの設備はお金かかりますね、うん、これ入場料取ってもいいですね。いや、良かったですね、うん、なんかちゃんと観光地してますね。ちゃんと観光してるでも駐車場が若干整備されてないそうだね、これあれが秋田の全てなんですね。そうですね、あの生ハゲ、うどん、きりたんぽ、はたはた、いぶりがっこ、秋田犬、これが秋田、あれがもう秋田すべてですね。これでもうコンプリート。あとは菅総理、菅さんもね、最近追加された項目ですからね。菅さんもでかくなったな。あ、やっぱあの絶対許可取ってないクッキーシリーズ俺好きっす、うん、トランプ大統領がいいとかね。絶対取ってないトランプなのかトランプに似た人なのか分からない。まあトランプとは言ってないですけどね。面白いね。お、八郎型に光が差してますね。お、あ、晴れてる、晴れてきてる。いや、いい看板ですね。温泉ランド他が生ハゲのゆっこ、ゆっこ、なんかあれですよね、あのこっちの方って何でもこうつけません？アメッコとか。ああ、そうだね、秋田弁の、秋田弁の特徴だね。とりあえず何でもこうつけとけば秋田弁をあの喋れます。なんでなんですかね。なんでだろうね。これ名刺何でもつけるね。へえ、つけるとニュアンスが変わるんですか。つけない時もあるじゃないですか。つけない、つけた方、何でもつければ高齢者には伝わる確率が高くなる。ああ、だからこれ名刺ですよって示す、うん、ことなんかこの間なんか iPhone 子って聞いてすごいおもろかったんですよ。iPhone 子東京フィアリハート。はい、来ました。生麦とか書いてるな、うん、やってるかな。ここが入道崎です。入道崎で、あ、ちょっとまっすぐ行けない。こっちもなんかあれですね、お食事どころいっぱいあるけどほとんど閉まってますよ。そうだね、1個しか空いてない。次は入道崎です。風強。ほう、ここがなんだ40度線ですね。は、はい、そこがあの、あの石のあるところが、はいはいはい、奥に40度線。あ、へぇ、ここがちょうど40度のところです。へぇ、この石。この石。この石か。石が並んでる。はい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 。これ。印ですね。わぁ、もうすごい、本当に石ですね。もうちょっとなんかこう、モニュメント的なのがなんかね。あ、でもあそこ近づけばね、結構、なんかそれっぽいのがある。お、近づいてみましょうか。近づいてみましょうか。では、車を止めましょう。はい。
バス停ぶち倒れてますけど風強いからね。これを風力発電するわけですな。これが電力に変わるわけです。一応やってるところはあるんだ。テレビ放映元祖ウニ丼。元祖とかあるか。ウニ丼元祖とは。ウニいくら。お、ウニいくらありますよ。尿酸値上げて帰ります。尿酸値上げて帰る。テレビ放映の店ってやっぱこっち強いんですね。テレビはもうやっぱもう御用達みたいな。絶対音入んねえな俺。風吹いてるんですよね。うん、いや今日は今日強い。いつもはこんなに。ここまでではないです。ここまでではないです。確かにこれは風力発電したくなりますね。うん、ここで風力発電すれば結構賄えます。賄えるんですかね。ロバハントも噴火出てきたから。これ噴火でできたんですか。うん。火山で作られた湖とかも結構あるっていう。ほうほうほう。今からその湖を高いところから見に行きましょう。なるほど。ことです。八望台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 からそういった湖が見えます。よし。もうそろそろ八望台、展望台に着きます。なんか標高は感じますね。うん。結構登ってきたね。これで雪降るともうこう終わりますもんね、この道。雪降るともう危ない。雪降ったら来ない方がいいと思います。ここですね。おお。お、駐車場何もない。貸し切りです。自分にパワーを。八望台を盛り上げる店。八望台を。八望台を盛り上げる店ありますよ。盛り上げる。行きますか。じゃあ盛り上げる店行くか。もうシャッター閉まってますけど。行こう。東京フィアリハート。なんかコロッセオみたいな階段してますけど。遺跡だね。遺跡ですねこれ。遺跡ですね。滝の頭。わ、なんかわ、いやすごいな。私も流行ってたんですよ。やっぱこれ生ハゲ食堂って。回る。あれが噴火でできた。あれが噴火でできたんですか。じゃあなんですか、万万が一この辺今噴火してぶっ飛ぶ可能性もまあなくもないですか。ないとは言えない。ないとは言えない。何万年間に一度引けば今、うん、我々は消し飛ぶわけですね。日本海を一望にできる絶景の展望台として名高く。暗いし。これがあれがあれぐらいは噴火で今できる可能性もあるんですね。視界に誰もいないんですけど。誰もいない。誰もいない。広いのに。広いのに。
行きますか。寒いね。そうですね、千と千尋っぽいくらいですか。そうだね、これ俺ら無理やり入ってていなくなったらもうスプリットアウェイしたら異世界。何があるんでしょうね。昔は流行ってたんでしょうね。そう、昔は盛り上がってたんですよ。昔は盛り上がってたんですよ。戻ってまいりました。お菓子です。お菓子ですね。じゃあちょっと小賀で一番高い食べ物を、うん、小賀で一番高い食べ物を食べに行きましょう。はい。魚、お魚ですね。やっぱ魚になるんですね、うん、お魚料理。お寿司やら焼き魚やら、しゃあ、これがもうザ・モーストイケイケ、モーストイケイケ小賀食べ物や小賀の食べ物やアラウンドヒアですね。 K 飛べていいんじゃないですか。 K ですよ、うん、すごい。ああ、そうだ。いいですよ。前に止めちゃう。いいっす。いや、もう東京ならもう大変な値段ですよ。ハタハタですか。ハタハタです。あんまないっすよ、東京では。東京では、九州でもあんま見ない。この辺りではよく見るけど、この辺りでも高級魚ではあるから。あ、なるほど。じゃあ、超高級魚です。これ、道路コースのあれも全部生ハゲですね。うん、そう。すべて生ハゲです。すべて生ハゲですね。生ハゲ。今、生ハゲが今、ドンちゃんみたいになって流れていってます。めっちゃおる。すごいですね。生ハゲコーンじゃなくて生ハゲですね。コーンですらない。うん、特注だね、これは。おっと、ボーナスゾーン。生ハゲボーナスゾーン終わりです。あ、でもやりました。おはようございます。あ、おはようございます。2日目。2日目、朝です。起きました。雨ギャンブルしてましたけど。やみましたね。起きたらやむんですよ、やっぱり。我々はついてますね。運命力です、うん、ちょっと曇ってますが、はい、雨降ってないんで行きましょう。行きましょう。いっす。ゴジラを見に行きましょう。ゴジラをめちゃめちゃ発電してますね。すごい回ってんね。ちぎれそうなほど回ってますけど。こんな風吹いてんですね。小賀の道の駅小賀あれでございます。騒いでますよ。結構人いますね。人がいますよ、うん、駐車場も結構、バスも、バスが来てる。観光バスが来てますよ。観光バスもいらっしゃるぜ。おお、やばい、すごいですね。一番イケイケスポットなんじゃないですか。一番お金栄えてるところなのかもしれないな。ジャスコとかあるんですか、終わって。ない。じゃあもうここじゃないですか。ここが一番ね、人がいるね。おしゃれですよ。シワに合うよって。かわいそうよ。でも安いですね、やっぱね。美味しい。ソフトクリームを食べましょう。一番のおすすめはソッツルソフトですね。もうあれじゃないですか、もう現地の名産をとにかくアイスに詰め込む文化がここでも。一番売れてるらしいぞ。あ、本当だ。本当に？ソースが書いてない、ソースが。これ。これがショッツルソフトです。いただきます。いただきます。あ、うまい。ショッツル味を感じない。ほのかに、後々来るこれがショッツルなんですね。うん、そう、このしょっぱい感じで。あ、なるほど。お、普通に美味しい、ね、普通に美味しいです。美味しいよ、うん、買ってよかったですね。
あ、そうそう、一瞬さ。すごい。すごい。馬の良さをいっぱい宣伝してください。はい。たくさんありますよ。はい。おさせていただきます。ありがとうございます。はい。すいません、ありがとうございます。はい。東京ヒヤリハットという YouTube チャンネルをやっておりまして、まあ。東京ヒヤリハットという。もともと東京に住んでるんですけど、はい、小鹿のいいところを。わかりました。今は鷲水にも帰りました、はい、よろしく。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともぜひよろしくお願いします。ちょっとこれマジ視聴じゃないですか。マジ視聴出演したじゃないですか。おかしい、攻撃になる。はい。はい、おかし町公認動画になりましたので、ぜひおかしをよろしくお願いします。皆さん、みんな来てね。視聴まだ映ってない。東京ヒヤリハット。市長いましたけど。市長いましたね。市長ってあんな感じで。まさかいらっしゃるとは思いませんでした。突撃したらいけましたね、うん、いい市長ですね。いい市長ですね。よかったです。もうあれですか、小鹿市長公認動画ですから、はい、もう出しますよ、もう小鹿市長公認動画って。行きましょう。小鹿市長の許可はいただきました。許可いただきましたので、じゃあ次ゴジラ岩。ゴジラ岩行きましょう。行きましょう。ではこれ小鹿駅前ですか。ここが小鹿駅ですね。小鹿駅前です。お一っ子一人。あんまりあれが小鹿線です。あんまり生ハゲライン。また生ハゲつけてですね。今までちょっと誰もいねえじゃんとかいじってたけど、ちょっと市長出てくるとちょっといじりづらくなって。あ、人います。たくさん人います。たくさんいます。これもなんか市のプロジェクトなんですかね。なんかここにバーベキューができるような、なんかね、パリピスポットを作るらしい。多分市長もパリピですよね。さっきなんかインスタ用の写真撮ってましたもんね、うん、市長も結構ねパリピだと思う、はあ、素晴らしい。はい、お昼ご飯を食べよう。見覚えのある風景ですね。昨日も来たかな。ヒデです。開いてないっすね、どこも。でもダメです、ダメです。そうやってこうで、俺をいじるのは良くない。いいとこだね。やっぱほら、ね、休めないと、日曜日は。そう、日曜日は休みの日なんでね。そう。平日働きましょう。すごいですね、逆に。本当に釣ったやつなんですね。釣ってるときは、沖に出れないからってことですね、今日ね。うん、そうだね、すごい。これはきりたんぽでございます。きりたんぽ見えない。これ、うん、この筒状の見えないね。あ、それこれが、これがきりたんぽでございます。なるほど。 ありがとうございます。比内地鶏、比内地鶏のスープで。いや、ほんと噛むとか良くないっすよ。市長見てますからね。いじってんじゃないの。いや、美味しかったですね。美味しかったですね。いや、なかなか初めて食うきりたんぽは
あれ米なんですね。だから米を固めて棒に巻きつけたやつですね。はい、意外と米感残ってて、あ、こういう感じなんだって、うん、ああいう鍋の食べ方もあるんですけども、他に味噌をつけて焼いたりする食べ方もあります。はあ、美味しいです。画像をどっかから探して貼っときます。お願いします。ちゃんとちゃんとやらないとね。ちゃんとやらない、市長見てるから。怒られちゃいますからね、市長。砂浜がありますよ、砂浜が。ビーチですよ。ビーチですね。海水浴場もどっかにあったはず。どっかにあった。どっかにあったはず。もうちょっと先だけど、ちゃんとした海水浴場。はいはいはい。ほら、晴れてきましたよ。やっぱり。もうすぐゴジラ岩かな。あれですよ、もうこうなったらちゃんと観光スポットを紹介しきらないと怒られるから、ね、天気待ちがありますよ、これロケですよ、ロケ。いや、ゴジラ岩は外せないですからね。だってなんかあれですもんね、青缶に書いてありましたもんね、ゴジラ岩こっちって。そのぐらい有名なスポットで、でもなんか聞いたことありますもんね、うん、全国的に広報してる。なんかその確かにゴジラ的岩がありそうな雰囲気が出てきましたね。じゃ、岩がちょいちょいありますね。そう、そろそろねゴジラ岩につくと思うんですが、こういう感じのゴジラ岩。絵的にちょっとやっぱ迫力ありますよ、透けてるから。やっぱあのジムニーなんで、マニュアルジムニーなんで申し訳ない。車高が高くて風に弱いんですね。そう、他の道路が悪いとかじゃない。そろそろゴジラ岩かな。まあでけえ岩はありますけど、うん、そうこの辺りだと思うんですが、どこでしょうね。なんかどれもこれも無理やり見ようと思うとゴジラに見えなくもない感じのやつが、うん、ゴジラ岩もそうかな。でももうちょっと、もうちょっとなんかあれっしょ、その、あ、これか、ここか、これですか。これは今んとこまだゴジラには見えないですよ。うんとね、はい、入れるか。ああ、ちょっと一回行きます。はい。いや、見えない。降りなきゃ見えない。降りなきゃ見えない。降りましょう。ちょっと降りるとこまで行けない。今日は行けない気がする。え？普段は水ないところなんですね。え？え、落ちて行けない？見えるかな。車飛べて、いやでも確かに危ないよな、まあ、これ流されたら普通に死にますもんね。なんか雄大な自然になってきました。 U ターンスポットないですけど、 U ターンスポットあ、ある U ターンスポット。一回 U ターンしてもう一回行こうよ。
ないですか。おいいね。撮影日をリゾートでやってるよね。やってるよ。やってる。クラーいるし、うん、来ました温泉。これおすすめです。よかったですね。すごい綺麗な湯船でした。広かった。ぜひ。ガオですね。ガオ、まあ、中取れないですから。すごいとこに立ってますね。虹まで出ましたね。この辺りが小川の小川温泉郷ですね。伝統と聞きの湯の里と。はい、ナマハゲ館向かいます。よいしょ。ナマハゲ館これも多分中取れないでしょうから入ります。すごいですね。最後圧巻でしたね。そうですね。あの歴史を感じるあのエグザイルゾーンAKB かな。 AKB ゾーンがありましたね。はい、秋田観光でした。お疲れ様でした。いやもう小川フルセットと言っていいくらいの内容でしたね。残さず忘れてもう残さず、もう他はもうないです。ないです。他の全てです。はい、ということでありがとうございました。いやどうも ありがとうございました。どうも市長さんもありがとうございました。あ、市長さんも公認ですか。公認ですけどね。はい、いや、よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。心からのお願いです。この動画が少しでも面白いと思ったら高評価を、また見たいなと思ったらチャンネル登録、そして通知をオンにしていただくととてもありがたいです。